ノースカロライナ州立大学は、ノースカロライナ州ローリーに本部を置く、アメリカが死州国の州立大学である。1887年に設置された、学生数約3万5000人を擁する、近年のノーベル賞受賞者の輩出を含め、米国屈指の研究機関である。ノースカロライナ大学システムを構成する、ノースカロライナ大学群の一つであり、アメリカ東海岸に位置する、 ノースカロライナ州最大の学術研究機関である。ラントグラント、シーグラント、スペース、グラントのすべての助成指定を受けており、政府の研究助成金の割当金額で常にトップ5にランクインする名門州立大学として知られる。アメリカ東海岸最大の研究地域である、リサーチトライアングルパークを構成する3大学のうちの1つであり、その他には、 ノースカロライナ大学チャペルヒル校、デューク大学がある。リサーチトライアングルパークは、スタンフォード大学が牽引するアメリカ西海岸最大のシリコンバレーとよく比較され、東海岸最大の振興研究開発推進地域として期待されている。東海岸南部に位置する大学としては珍しく、白人の学生が65%以上を占める。 サットの平均スコアは1300である。大学生の4年以内の卒業率は約40%である。1887年にノースカロライナ州の州都であるローリーに創設された。1932年にノースカロライナ州内の3つの大学が統合されて以来、1969年までにシャーロット校、アッシュビル校、ビルミントン校も加わってアンクとして 単一のシステムで運営されている。研究開発においては、米国のハイテク産業を牽引する大学の一つとして知られ、また、誰でも使えるが、モットーのユニバーサルデザインを発祥した芸術、デザイン系の大学としても知られる。なお、スウェーデン王立アカデミーがノミネートするノーベル賞受賞者を輩出している大学としても、歴史に名を刻む。連邦政府からの補助金額は、 全米で常に5位以内で産業界からの補助金額においても全米8位。研究者の特許保有数は全米9位であり、世界屈指の研究学術機関である。工学に関する研究の評価が特に高い。US ニュース主要研究家庭ランキング専門大学、陰本校には下記の10のカレッジが存在する。 ローリーへの空路による直行便の就航都市は下記を含む約40都市に上る。2013年1月に130億円以上の建設費用を投資してオープンしたジェームズ・ B ・ハント・ライブラリーはオートメーテッド・ライブラリーと呼ばれる世界中でも類を見ない次世代型の図書館である。ブックバットと呼ばれる人間に代わって本を本棚から取りに行くロボットがこの図書館では 導入されている。また、現代的なスタイルを取り入れた、建築様式で、世界で最も美しい50の図書館において14位にランクインし、世界で最も素晴らしい図書館25選にも選出されている。ただし、この他にもキャンパス内には4つの図書館があり、同大学が誇る最大の図書館はあくまでも、DH ヒルライブラリーであることには留意されたい。 図書館群全体での蔵書総数は450万冊以上と言われている。本学は州都ローリーにセントラルキャンパス、サウスキャンパス、ウエストキャンパス、ノースキャンパス、イーストキャンパス、セントニアルバイマイディケルキャンパス、セントニアルキャンパスの7つのキャンパスを有し、総面積2110エーカーを誇る。キャンパス内には大学利用者用の無料シャトルバスが早朝から、 深夜まで数分十数分間隔で運行されており、各々の,の,のバスの現在地と進行方向、バス停情報等がスマートフォン用のアプリケーションで常に確認できるようになっている。学内には大学運営のジムが存在し、フィットネスクラブ、温水プールクライミング施設、サウナ等を無料で利用することができる。多だのショッピングセンターが広大なキャンパス内に存在し、映画館や カフェテリア、ずらっと並んだ各種飲食店は車、バスでのアクセスに恵まれる。同大学はメインキャンパスの他に大学の創立100周年を記念して作られた記念キャンパスを要している。この記念キャンパスでは多分野の産学共同研究プロジェクトが推進されており、バイオテクノロジーや各種工学を中心とした複数のベンチャー企業が拠点を置いている。 Linux ディストリビューションの最大手であるレッドハットや PC 大手メーカー IBM 繊維材料系大手のデュポン等がこのキャンパス内に研究所、実験設備を用している。大学ではバスケットボール、フットボール、野球などあらゆるスポーツが盛んでアトランティックコーストカンファレンスに所属していてウルフパックをチームメイトしている。特にバスケットボールは過去に デイビッド・トンプソンを排出しており、毎年近隣の競合である、デューク大学、ノースカロライナ大学チャペルヒル校と、あるいは他の競合との熾烈な対抗戦を繰り広げる。スポーツ施設は、市キャンパス内のレノルズコロシアムで行う場合もあるが、中央キャンパスのシンボルである記念ベルタワーから、北西 5.5km 離れた、カーター・フィンレイ・スタジアム及び1997年に、 開館した PNC アリーナである。両施設の周りは、ノースカロライナステートフェアが行われるグラウンドである。多岐分野にわたる著名人、有名人、セレブリティを輩出している。下記の4つの国公立大学と5つの私立大学との間に、学生の交換留学の提携を結んでいる。国立大学提携校一覧私立、大学提携校一覧リサーチトライアングルを、 牽引する三大学のうちの一校である。他の二校は、世界屈指の名門大学である、デューク大学、ノースカロライナ大学チャペルヒル校であり、これら三大学を中心とした研究地域は、リサーチトライアングルパークと呼ばれる世界でも、有数の研究開発地域である。また、リサーチトライアングルパークは、博士号保有者の割合が、極めて高い地域としても知られる。 ありがとうございます。